いやー、マフマフとの歌ってみた聞いてくれた。いやー、ありがとう、本当に。いやー、俺もね、コラボ曲ね、歌えてよかったよ、本当に。マフマフ2番からだね。2番から出てる、マフマフ。ちなみに。コメントでね、マフマフの透き通った声が、俺の声をさらにね、魅力を書き立ててるみたいなコメントありましたけど、分かってるね。そうなんですよ。2番からね、マフマフ歌ってるんで。 ぜひ聞いてください。いやコラボってそういうもんやから。1番、2番、で、なんか最後2人で一緒に歌うみたいなのが基本やから。いや、透き通ってたね、マフマフの声で、マジでね。もうコメントでさ、マフマフの声が透き通ってるってこと、ちょっと、嫉妬しちゃったもん。俺の声に対するコメントよりも、マフマフが透き通ってるみたいな。うん。やっぱマフマフにはさすがに勝てんな。歌では勝てないね。生放送で負けるしないけど、歌ではね、さすがにやっぱまだ、ちょっと及ばないから、マフマフの声透き通ってたね、マジで。 ちなみにね、あのコメント見てるとね、何人かね、ファンなのになぜかあの把握してないというか、これ。うーん。マフ君どこで歌ってるかわかんないと。イヤホンしないと聞こえない感じですか私全然わからなくてって。まあこれね、あの回答されてますけど、とっても好きとった歌声だからですよ。100回くらい聞けば1回聞けます。ねえ、まあだから多分こいつの iPhone が壊れてんのかな ?1 回水没して、で、ちょっとなんか音質悪くなっちゃったみたいな、iPhone が。 あるからね。なんか、何回も落としたりすると、なんか iPhone から許容とかなんか変な音になるみたいな。まあみんなにはね、できればね、できれば100万円ぐらいのヘッドホンであ聞いてほしいんですけど、うーん。まあそうすると、まだから普通にみんなマフマフとこ聞こえるよね。マジでふざけんなって話でさ、なんかタイトル詐欺だとか何度言ってるけど、マフマフいるから、普通に。え、だよね、聞こえるよね、透き通ってる声が。え、マジでファンやめた方がいいよね。マフマフのファン。 これ聞こえないとか言ってるやつマジでやめた方がいいと思う。マフマフの。もう語らないでくれって、にわかは相手にならんよ。これね、もう皆さんもう10万再生いったんで、ぜひともね、あの、拡散しといて。で、マフマフのリスナーに聞かせてやってくれ。あの、マフマフ検定っていう動画にしてくれ、これ。マフマフのことを本気で、あの、好きとか理解してる人には聞こえるからさ、マフマフの声が。この動画、マフマフ検定ってしといて。マフマフのリスナーに、 この歌ってみたら、まふまふの声聞こえなかったら、ファン失格らしいよ、みたいな感じで送っといて <laughs>。送っといてください。まあ、あと近々、ちなみに、相馬ともね、コラボ曲ね、撮ろうかなと思っとるから。相馬とも。うん。あいつ、休止中で暇だからさ、さっきの、連絡したんですよ、LINE で。で、暇かつって。送ったら、いや、暇ですけど、これさん、無理ですよ、僕配信出れませんよ、とか言って。ああ、別に配信とかじゃなくていいから、あの復活した時に一緒にあの歌出そうよ、つって。 <laughs> いいんですか僕みたいな。犯罪者と。いや、いいね。今までお前歌うまいじゃんって。歌に罪はねえからさ。お前は確かにクソでゴミでカスだけど、別にお前の歌声には罪ねえから。うん。だから歌で沸かしてごよって。もしかしたらね、相馬とコラボ曲が上がるかもしれないっていう。それはしょうがないよね、相馬くん。いや、てかまあ普通にでも俺、ルシアちょっと心配だけどね。まあいまだに多分言ってないでしょ、何も。ツイートとか。まふまふツイートして。ああ、ありがとう、まふまふ。ありがとう、ありがとう。 今までで一番相性のいい歌声になってありがとう嬉しいなマウさん、嬉しいわ。おめえら見たお前ら聞いたのいや、嬉しいねなんでツイあ、なに、み、あ、あ待って、マウが来てるな。ミスりましたって。あー、なるほどね。文章をミスったと。なんかこれあれだって予約ツイートをしてたんだって。予約ツイート。自分が炎上してるから、そのタイミングでツイートできないって。予約ツイートで勝手にツイートされたらしい。